ピンポン。ケチー。ああ、この始まり方にも慣れてきたな。あかりちゃん、はい、これ、なんや、僕投げたい。食えってか、夜マック限定。ナゲット5個入り2つにポテト L サイズ1つで500円。コスパ最強かな。急にマクドの宣伝しだすお前はなんや。いや、最近ウエストを気にしているあかりちゃんに、ちょっとしたプレゼントです。嫌がらせやんけ。痩せてて胸のある人間は憎しみの象徴なり。怖い怖い。ね、KP ってなんなんや。よくそ聞いてくれましたなり。語尾やめろ。KP とは乾杯の略称です。はあ、この言葉、なんと、ギャル流行語大賞1位に選ばれました。へ、ギャルはこれよく使ってることなんか。イエス。ちなみに2位はピエンです。何それ？多分これです。ああ、顔文字ね。インスタでよく使われるみたいです。へえ、先生もよくピエン使ってます。そうなんか？リアルで使う感じ？ピエン、知らんがな。このブレモリってなんや？ああ、それは、写真がブレてるのに漏れてる写真のことです。へえ、先生も実は持ってるんです。ブレモリ写真。そうなんか？ハイドン、それはただのブレてる写真だよ。面白かったらチャンネル登録してな。